それでは、紹介に預かりました、大阪大学の藤原です。PDB についてのデータベースについて、紹介します。PDB は、プロテインデータバンクということで、タンパク質の形、生体構分子の原子代表のデータバンクです。でこれは国際的には1971年から始めて、タンパク質以外に核酸などの原子代表のデータを集めたデータベースで、これを無償で研究者、教育あるいは企業の方にも利用できるようにしています。でこの運営はこれまで、世界の日本、そしてヨーロッパ、そして米国のそれぞれのデータベースサイトが協力して、WWPDB を形成して、運営を行っています。でこれにはさらにNMR の、BMRB というバイオロジカルマグネティックレゾナンスバンクも加わって、この4社で、運営を行っています。でこのデータベースは実験データに現在基づいた原子座標の基本的に立体、形ですね、形のデータバンクです。でそれ一つ、いくつも実験法があります。で主要な実験法は X 線の結晶解説法で、これが一番精度の高い原子座標を与えます。でこれはスプリング8などのサイクロトロンラジエーションの施設で得ます。でもう一つは核磁気共鳴、NMR 法です。これは、タンパク系にある世界でも最大規模の NMR で、こういうものからスペクトルを得て、それを原子代表に変換します。でさらに、クライオ電源でも最近はディテクターなども進歩して、かなり原子分解能のデータを得ることができていて、でこういうさまざまな実験法を組み合わせています。で結晶ですと高い精度で得られますけれど、必ずしも結晶化のために就職などをしているために、例えば実際に溶液上ではどういう構造になっているのかというような場合は NMR の方がふさわしいですし、NMR ですと溶液あるいは場合によっては固体 NMR を使うと脂質中での構造を明らかにできますし、さらに電子顕微鏡ですと分解能は低いかもしれませんけれど、さらに大きな複合体の構造情報を得られるという、こういう総合的な実験法を組み合わせてデータベースとしています。でこれを大阪大学のタンパク質研究所でデータベースを運営しています。これは PDBJ のメンバーです。で大阪このタンパク質研究所では、それぞれ先ほど言いました X 線 NMR 電子顕微鏡の専門家の研究のグループがいますので、そういう人たちと協力しながらアノテーション、そしてそのデータにふさわしい形のデータを受け入れて公開しています。で特にアジアにあるということで、英語以外に日本語、中国語、韓国語でデータベースを公開しています。で今のが PDBJ 原子座標形のデータベースですけれど、もう一つ NMR のデータバンクがありまして、そちらの方のポータルサイトです。そこでもデータ登録と公開をしています。でこの PDBJ の日本 PDBJ が日本でのこの組織です。でこれについてはデータの受け取ってそれを品質管理して登録作業を行うという、そしてさらに新しい標準フォーマットを開発していくというようなことで、現在年々登録しているデータは増えて10万個のデータを登録データとしています。でそのうち約 25% が日本で
勝利したものです。でこちら NMR ですけれど、 NMR も約構造の10分の1が現在 NMR で構造が決まっていて、 NMR では構造を PDBJ で公開する以外に実験データである共鳴周波数の化学シフトなどのデータも受け取って、それとほとんど同数受け取って公開しています。でそういうことがデータが利用できるようなサービスを実施しています。でこのデータのアウトの活動ということでは、まあ、一つはこういうポータルサイトを作って、でさらに北海道の NBDC のデータセンターとデータを二重化しまして、まあ、安全でさらに効率的なデータ公開ができるようにしています。それは DMRB についても同じです。でこれまで特に第一段階のデータベースの統合化ということでは、形に関連した実験法というのは NMR、X 線、電源、それ以外に X 線でも昇格散乱、さらにそれらを組み合わせたような複合体の構造で、そういう配列情報で、これ生体分子ですので密接に関係あります。でこういう構造と実験データと結び合わせるための世界標準の RDF のフォーマットの開発を行ったというのが、第1期で、その基盤ができて、この第2期におきましては、タンパク質構造アーカイブのさらに、構築公開をさらに進めていくということで、先ほど言ったようなデータの登録編集を行います。さらに、次に説明しますけれど、これまでは集めてこれなかったようなところからもデータを例えば企業とか集めてきて、充実したものにしようとすること、そしてさらに、もう一つとして、異なる階層のデータとタンパク質構造情報の統合化ということで、例えば、遺伝情報などを活用して類塩タンパク質を検出して、その機能部位も同時に提出できるようなサービスでありますとか、これから伸びて、述べます、次のスライドで述べますような、さまざまなサービスなどを行ってい、く予定です。でさらに、人材育成ということをこの過程で、行っていきます。で一つはこれまで、製薬企業などでは非常に多くの X 線結晶構造解析がなされていたわけですけれど、それが必ずしも、公開は されてこなかったわけです。でそういう状態、そういうものにはタンパク質との、リガンドの相互作用でありますとか、抗原抗体の複合体なども含まれています。でそれが私たちの PDB のデータフォーマットで許容できるようなデータも補ったり、構造の精密化、例えばこのリガンドの原子代表をさらに特定するなどのことを行いまして、 PDB へ公開登録して公開していって、そういうデータですね、特に創薬関係で重要なデータを揃えていこうということを実際準備して行っていきます。でもう一つ2番目としては、異なる階層のデータとタンパク質構造情報との統合化ということで、タンパク質の立体構造情報というのは、一次構造として配列と密接に関係あります。しかしながら、配列、タンパク質の立体構造を求めるためにしばしば、アミノ酸置換を行ったり、必要のない部分を切り取ったりしています。でそういうことで、アミノ酸の番号の不一致があったり、必ずしも、全く同じ登録情報とは違うというようなことがあります。でそういうところの対応関係を明らかにして、さらに、立体構造と、分子生物学生化学的な、機能表現系などに対する情報、そして先ほど言いましたような
まあ、NMR、X 線、電子顕微鏡というような多くの手法で統合して初めて分かるような、まあ、細胞内の装置に類するような非常に大きな構造体のデータを統合して表せるようにもしていこうと思っています。で、例えばこの HIV-1 のキャプシドですと、まあ、1400ぐらいのチェーンで、まあ、200万ぐらいのアトムがあります。で、その中でこういうデータが登録されて、ここでは静電分布を計算して、表示できるようにして、まあ、こういう非常に大きなものの機能がどういうふうに説明できるのかということを考える基盤を提供しようと思います。で、次に BMRB という NMR のデータです。で、 NMR は一つは化学シフトという共鳴周波数を決めている数値があります。で、ケミカルとあるようにこれは電子状態に非常に敏感で、例えばリガンドが結合しますと、まあ、ファンデルワース力などで相互作用しますけれど、まあ、そういう非常に弱い相互作用であっても、まあ、化学シフトは変化します。で、基本的に構造に依存していますけど、非常に敏感なデータを蓄積、実験データとして蓄積します。で、こういうデータがあると、例えばこれ今後、まあ、解析法が進歩していくと、まあ、過去の実験データを用いてさらに精度の高い構造を求めるというようなことも可能です。で、 NMR はラジオ波分光学で、まあ、1GHz 弱ぐらいの共鳴周波数ですから、まあ、その逆数にあたる、まあ、ナノセックぐらいの運動に非常に敏感です。で、どれぐらいの運動をしているか、例えば、まあ、円錐の開き角が、まあ、何度ぐらいの範囲だと自由に運動できるというようなことを、まあ、表示するような方法があるので、まあ、そういう、まあ、緩和時間というので、そういうダイナミクスに関する情報を提供します。実験データとしてこれは、まあ、分子ドリーガー計算と直接関係があります。で、配光情報、 NMR では配光させて測定することがあるので、まあ、ドメイン間の相対的な配光についての情報も与えることができます。で、こういう情報は全て原子核から得られる情報で、これは例えば創薬などでは低分子の原子団との相互作用を調べて、その結合状態を、まあ、最適化するということを行いますので、まあ、そういうことに、まあ、最適なデータというのが NMR で、これを、まあ、結晶ではなくて溶液中で、まあ、例えばリガンドの濃度 pH なども変えながらデータを得られるというのが NMR の特徴です。で、そういうことについて私たちはこれまで、NMR のスターフォーマットというのを使っていたんですけれど、それを XML 化しまして、マシンリーダブルにして、で、さらに、RDF にして、外部データとのリンクを記述できるようにしました。で、こうすることによりまして、外部の多くのデータ、例えば、まあ、文献データであるとか、まあ、配列データ、まあ、機能に関するデータであるとか、まあ、そういうものと、相関っていうか、リンクを取って、データを得ることができます。例えばこれは BMRB とユニプロット OMIM との、まあ、配列情報、さらに塩基置換情報、まあ、疾患情報との関連を取ったものです。で、これはここが BMRB の登録番号です。これはメチル化の CPG 結合タンパク質で、まあ、エピジェネティクスに関係するものですけれど、これが例えば、まあ、1塩基、こういうふうに、まあね、データベースをたどっていくと1塩基置換がどのこのタンパク質についてはあるのかということが分かります。例えばこのアージニンが、まあ、システムに置換されているものです。で、これについては例えば NMR からは二次構造が容易に分かります。で、こういう一塩基置換があったものの、まあ、表面の露出度がどれだけなのか、で、さらにこういう構造情報があると、まあ、自由エネルギーの変化、つまりタンパク質の安定性がどれだけ変化するのかということを求めることができます。で、こういう
疾病情報があると、例えばこのタンパク質のこの痴漢っていうのは、まあ、X 染色体の、まあ、精神発展の遅延などに関係があるんだということが分かります。で、構造情報ではそれがまあ表面にあるのか、そしてその側鎖がどちらの方向を向いていて、どういうことがまあこういう疾病に関連してくるのかということを、まあ、物理科学的なデータから、まあ、関連付け、することができます。で、こういうことを見やすくする、まあ、可視化のツールです。化学式とはまあ分布して、これは構造に非常に、まあ、特に専門家向けですけれど、スペクトルをシミュレーションするというような。で、NMR では距離を、原子間距離を測定しますけど、そういうのをまあ構造上にマッピングして、そういうものが果たしてこの立体構造上で満たされているのかということを求めたり、この立体構造上に緩和などのデータを、緩和データを解析した分子運動性をプロットさせてやって、どういう領域で運動性が高いのかというようなことで、さらに、MD 計算などがデポジットされている場合には、そういうものの、まあ、部分構造の領域の実際の運動性がどういうものなのかということを見ることができます。で、こういうことを、まあ、効率的に行うためのツールも開発していまして、これはそのまあユーザーインターフェースですけれど、 NMR データを自動的に、まあ、バリデーションも、十分、他と矛盾ないような結果として、データを登録できるような、まあ、システム、これマグロというシステムですけれど、これをポスター34で発表していましたけれど、まあ、そういう解析ツール、そしてデータベース登録をまあ支援するようなツールでありますとか、で NMR では、NMR の構造制約を満たす、まあ、数十個のデータを、原子代表データが登録されています。で、そういうのをただ見ただけではどういうばらつきがあるのか、意味があるのかというのが分からないので、そのドメインごとに、クラスター分解などをして、いくつの構造があるのか、どういう領域がまあ運動しやすいのかというようなことを、まあ、自動的に判別できるようなツールも提供しています。で、こういうことで、まあ、NMR 構造がモデリングであるとか、まあ、そういうクオリティの評価もできるということです。で、とまとめといたしまして、私たちはまあこういうビッグデータを活用した生命研究で、まあ、様々なデータ、それは様々なまあスケールの実験階層、まあ、生物種も統合して新しい知識、まあ、先ほどの例ですと、まあ、考えていなかったようなまあ機能があるとかですね、そういうようなことが分かります。で、そういうようなことを、まあ、これまで、まあ、データとしてあったんですけれど、そういうものをある一定の品質まで持っていって公開して、でさらにそれを、研究者、社会の人が使えるように、援助していくというような活動を行っています。で、この全体のグループのヘッドは中村先生で、今日は代わりに私、NMR グループを担当して藤原が発表しています。で、この講演、このシンポジウムでは、他にポスターで、金城さんと、そして NMR の先ほどのデータベースのツールなどを開発した小林さんがポスター発表を行って説明をしていました。それでは以上。